慶徳高校剣道部。吉村武監督指導のもと、今年5月に行われた佐賀県高校総体で男女ともに優秀な成績を収めました。女子は団体で県3位、個人では主将の宮崎葵選手が準優勝の成績を収め、全国大会に出場します。女子団体で3位という結果で、絶対に自分が全国行くという気持ちで臨みました。しつこく攻めつつ、最終的に自分の技を出せるところ、面か引き面です。相手が崩してきたりしたところを狙ったりしてます。男子団体では5大会ぶり4度目となる優勝を勝ち取りました。1年生から、先輩たちの悔しい思いを見てきたので、自分たちの代で絶対優勝して恩返しができるように頑張りました。一人一人が役割を果たしてチームで優勝することができたと思います。勝った時はもうなんか今まできついことしてきて、それがすごい報われてよかったなって思いました。あったんですけど、やっぱチームが勝つことを第一に考えてやったので、勝ててよかったです。個人決勝戦では笹川選手、小畑選手の慶徳同士の戦いとなりました。熱戦を制したのは笹川選手。2人は佐賀県の代表として全国大会に出場します。稽古ではあまり勝てなかったので、本番で勝ててとても嬉しかったです。日頃から、練習も一緒にしているので、誰でもいいから思い切っていこうという気持ちで挑みました。主将の笹川選手は身長およそ165センチと小柄ながらも、一瞬の隙も逃さない積極果敢な打突が持ち味です。冷静で試合では絶対勝つという気持ちが強いというところが持ち味だと思います。特に得意技っていうのはなくて、気持ちで全部やりきってます。勝ちに行ったんですけど、やっぱ大心ちょっと苦手なところもあるんで、自分がなんで、ああ打たれちゃったみたいな感じでした。なんかすごい研究してくるってところもあるし、気抜けてちょっと休もうかなみたいな思ったところを打たれてしまったので、わーって。対する小畑選手は180センチの長身と打突の初動に強さの秘密があるんだとか。小畑選手の試合をスローで見てみましょう。画面左手、赤が小畑選手です。打突に入る直前まで姿勢がまっすぐ、腰が立った状態で懐に入っていくため、相手はどこを攻められるか最後まで判断しづらいと言います。彼は面技が得意なので、腰から面を打つので、とても分かりにくい面だと思います。また剣道部には伊万里市出身の選手も。1年生の鴨川選手は先輩の背中を見て感じたものがあるといいます。自分も先輩たちのように大きな舞台に出て活躍したいなと思いました。みんなが真似してくれるような強い剣道でなっていきたいです。全国大会は8月3日、大分県で行われます。たくさんの人に恩返しができるように、結果で示していきたいです。1年の頃から全国制覇を目指してやってきたので、団体でも個人でもどっちでも優勝できるように努力していきたいと思います。5年ぶりの出場で、
挑戦者の気持ちで絶対優勝します。さらなる高みへ、慶徳高校の全国への挑戦が始まります。